純平さんバッグに入る、それを2人が持つで、CS と一緒だったら私がゴミ、私とトゲピーでゴミ箱を持ってきてトゲピーが入る。チームにとっては、うん、カリンがいないとアルトリア3回解散しているというほどの重要なメンバーです、うん。ちゃんと LINE の文章とか共有することを全部ちゃんと把握している。で、把握してない人がいるとそれにピシャッと怒る。だからみんなふわふわしてるから、僕もふわふわしてるんですけど、だからカリンがいるとちゃんとそういうところの抜けがないっていうところはやっぱりありますね。リリが全員個性的ではあるんですけど、なんかうちはもうちょっとこうおっとりタイプの個性派ぞろい。なんかめちゃ天然がいれば、暴走してる人がいれば、ひたすら優しい人がいる。この3年間怒ってるとこ一回も見たことないみたいな人もいれば、こうやって顔芸してくる人もいれば、こうやってゴミをつけてる人もいれば、めっちゃ怒りついてる。お前テーブルの下に潜るからな。なんかセンターずれちゃうと、もう出てこなくていいなって思った。でもさ、ここにあるでかい台がもう横向きになるの、この時点で。ってなると、逆にセンターにいると近い、はい、近くにいらないよ。もう一回さっきのやつ、カリムが寝といてもらって。ボス。リーダーやってるんですけど、うん、まあ基本的にやっぱり一番しっかりしてるんで、カリンさんがもうボス、自分らの中のボスです。ちっちゃい頃あの携帯の電波も入らないぐらい上田舎でした。テレビでちょうどスピードとか V6 アムロちゃんとか VV な時期でなんか音楽流れたら踊ってました。